どうもわがくです。え、今回は我が天下え食のですね。劉備の紹介をしたいと思います。まこの前の動画でもお伝えさせていただいたんですけど、結構動画を上げるのにま感覚が空いてしまって。まあ今回動画を上げて。まあのゲームの中とかまあ実際 youtube の方でもコメント いただけた方、すみません、ありがとうございます。まあ今後も頑張ってあげてきます。で今回劉備なんですけれども、劉備はまあ本当食でも相当有名な武将です。でサムネにも書いてあるんですけど、まあ本当に人徳のある人で、まあ周りの人が、えー、ついてくるよと言ったような、えー、武将になってきてて、なんだろうな、まあ本当に聖人のような、えー、真面目な人ってイメージあるんですけど、まあ劉備の人徳っていうところに関してはまあ 正直言うと、えー、人間らしいところもすごくあってごめんなさいね戦闘始まってるんですけどちょっと劉備を語りたくてであの何、ー、だろう相手を裏切ることとか返すって言ってた土地を返さなかったりとかまあすごく人間味のある部分もあって、まあ、すごくなんか真面目なイメージなんですけどそういうところ人間臭さも含めてまあすごく人がついてきたんじゃないかなというようなキャラクターです。で、その… キャラクターのです、ねえー、雰囲気通りなんですけど戦闘がンガン進んでるんですが、まあ、最近私食、えー、パにしてます食、えー、のパーティーでで劉備がいるとまあそもそもですね劉備が入場した時に、えー、覚醒の能力で3ターンですね、えー、ダメージアップが30%かなつくので、まあ、かなり全体の攻撃力が、えー、上がりますでそれプラスカウン・チョと、えー、連携で ダメージアップなどもついてますので食、まあ、で固めるとしたら、えー、結構いいんじゃないかなとで今前線でまだ生き残ってるように、まあ、防御も固いんですよで全体回復させるっていう能力もあるので是非是非食のパーティー使われる方だったりしたら、まあ、劉備を覚醒させて、えー、入れてあげるっていうのは非常にいいんじゃないかなと思いますだからごめんなさい劉備のことを話してですね、えー、ほとんど <laughs> 終わってしまったんですけど、えー、覚醒武将の劉備非常に おすすめなので是非食のパーティーで組んであげて、えー、入れてあげてみてください。以上です。